ースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ NSR80、レプソルカラーの最終型モデルとなります。非常にですね、台数も少ない車両でですね、ここまでのコンディションなかなかないと思います。早速ご紹介していきたいと思います。はい、懐かしいですね。この NSR といえばこの、四角単眼のヘッドライトにこのアッパーカールですね。レプソルカラーですがね、カウル大きな点灯傷割れ、スクリーン割れ、そういったものもございませんね。はい、そしてフロントフェンダー HRC の、ね、ステッカー貼ってあります。非常に、ね、懐かしいですね。もちろんですがね、フェンダー割れ、塗装剥がれ、そういったものも、ね、見受けられません。はい、では足回りですね。レプソルといえばですね、このオレンジのホイール、ホイールには、ね、曲がりガリ傷、大きなもの、ね、そういったものも見受けられないですね。はい、そしてね、フロントフォーク、オイルにじみ、オイル漏れ、そういったものも見受けられません。ブレーキはシングルです。錆腐食、そしてキャリパー固着、そういったものもね、見受けられないですね。はい、サイドもあってですね、カウルです。はい、レプソルのロゴが、とても輝いております。転倒による大きなカウル割れね、そういったものはございませんね。はい、ステップですね。はい、こちらオリジナルものですがね、大きな曲がり、削れ、そういったものもございません。はい、枕ですね、チャンバーです。BRD のチャンバーが入っております。音は後ほどご紹介したいと思います。はい、ではリア足回りですね。フロント同様オレンジのホイールですね。大きな曲がりガリ傷、そういったものございません。フェンダーはですね、カーボンフェンダー、インナーカーボンフェンダーを採用しております。はい、ではリア周りですね。はい、オリジナル状態をねキープしております。タイヤもねまだまだ使えそうです。いけそうです。はい、そして反対回ったシートですね。オリジナルシートです。大きな破れ切れございませんね。はい、タンクです。はい、こちらもねレプソルカラーのタンクです。ミックドゥーハンのねステッカーがね貼り付けてありますね。懐かしいですね。はい、ではタンク内ご紹介します。はい、もちろんですが大きな錆腐食ございませんね。はい、ではエンジン始動といきます。キックスタートですね。はい、ではバックランをいきます。こちらの車両ね、原付2種で乗れる車両です。非常にね小回りも効いてね、街乗りなんかもね非常にいいですね。そしてね、なんといっても2サイクルエンジンです。とてもね気持ちいいパワーバンド体感してください。お問い合わせお待ちしております。